損保ケアラビーレ大磯法務長の伊藤です。こちらが屋上です。北側には山が見え、四季を感じることができます。南側には遮るものがなく、開放的な景観となっています。天気のいい日には海も見えます。3階にはテラスがあり、春や秋など気候の良い時期には外気浴や散歩をしていただくことができます。大磯の花火大会もご覧になることができる開放的なテラスになっています。各階に広々としたラウンジがあり、入居者様同士がテレビを見たり雑談をしたりくつろげる空間になっています。また廊下も車椅子同士がすれ違うことができる広さとなっております。1階では船をモチーフにしたカフェでくつろいでいただくことができます。東海道線と国道に挟まれていますが、施設内はとても静かで穏やかな時間が流れています。入居者の皆様が自分らしく穏やかに生活していただけるよう、職員一同サポートさせていただきます。